こんにちは、クリッカー夏猫です。カーメイトが手掛けるルーフキャリアブランドイノーから、いかにもアウトドアなルーフボックスとルーフデッキが登場。ルーフボックスといえば黒や白がほとんど。キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンでは目立つことなく、実用的な収納パーツとしか考えられなかったが、イノーから登場したルーフボックスはなんとカーキグリーン。いかにもなミニタリー系の色味はアウトドアシーンに絶妙にマッチ。最近流行りのオフ系カスタムの一環としても十分に存在感を発揮してくれる。カーキグリーンを設定したルーフボックスは2タイプ。左右どちらからも開けられるデュアルオープンのルーフボックス466と、デュアルオープンかつ内容物を傷つけない 3D インナーマットを付属したシャドウ18。容量はルーフボックス466が500リットル、シャドウ18が400リットルと、どちらもオートキャンプに十分な大容量だ。さらに8月上旬にはフラットタイプで極太シャフトがギア感たっぷりなルーフデッキも登場。これまでラックはバスケットタイプが主流だったが、最近のオフ系カスタムではよりタフなイメージからフラットも人気が高い。長尺物が乗せられるという積載能力の幅が広がるのも魅力だ。ルーフデッキはイノーのベーシックキャリア2種、スクエア、エアロのどちらにも装着が可能。軽量なアルミ製でアウトドアでも錆びにくく安心して使用できる。今週には機能やデザイン性を拡張させるオプションも登場するとのこと。